はい、どうも、アミグルミストの角田です。どうも、はい。まあ、そんなわけでですね、今回は、ミシートの玉の編みぐるみを編んでみようの第3回です。はい。まあ、そんなわけでですね、うちの玉は知りませんかの玉を編んでるわけなんですけども、よいしょ。で、3回目なんですけど、1回目で目を編んで、2回目で耳を編んでですね。で、今回はですね、顔ですね。顔に取り掛かっていきたいと思いますと。よいしょ。そんなわけでですね、編んでいきたいと思います。よいしょ。で、今回はですね、目をですね、目を初めに編んで、なんかちょうどこれよりはまだあれかな、まあ、作り目からですね、目を編んだんですけど、でですね、まあこれ作り目なんですけども、これよりもやや小さい感じの目を編んだんですけども、まあ、目の大きさがこれになるのでですね、まあ、全体的な顔の大きさがですね、若干大きめになるのかなっていう、このぐらいかな？これでこのぐらいの感じになるのかなっていう感じ。ですね。
付けにするか、その糸がえをしてやるかで、まあどうしようかなっていう感じなんですけど、で今回の玉に関してはですね、糸の色替えじゃなくて後からくっつけようかなってちょっと思ってます。まあとりあえずですね、まあ、こんな感じでですね、増やし目をしてどのくらいかな、増やし目をしてちょっと顔を大きくしていきたいと思います。でですね、どうしようか、どのくらいの大きさにするかというところですね。結構ですね、このぐらいのくらい、どっちかな、結構このぐらいのサイズになるとですね、まあ、もちろんミシン糸ね小さいんですけども、このぐらいになるとですね、これ1段編むだけでもですね結構数十分という単位になるのでですね、結構時間がかかるのでですね、そこがあれですよね、なんか若干目をこの目をですね、こういうこっちの目にして、ちょっとこっちの目にするとですね、サイズも小さくできるのでですね、こっちちょっと逃げたいかなっていうのもあるんですけどもですね、まあ、玉の場合はですね、こっちの方が可愛いと思うのでですね、まあこっちの大きさまでちょっと顔を広くしていきたいと思います。はい、まあ、そんなわけでですね、とりあえず今回はですねここまでにしたいと思います。おっとおった、ここまでにしたいと思います。はい。そんなわけでですね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。はい。それではまたお会いしましょう。ではでは。